南極にある日本の基地日本の南極観測基地の月、平均気温水保基地は、日本の南極観測基地の一つ。南極大陸の南位70度41分53秒、東径44度19分54秒、南位70.69806度東径44.33167度、マイナス70.6980644.33167。 昭和基地から南東約2 7 0トルの位置にある。標高2 2 3 0ルこの周辺の高原を日本では水保高原と呼んでおり、命名はこれにちなむ。1970年7月21日に第11次越冬隊により建設される。当初は水保観測拠点という名称だったが、1978年に水保基地と解消された。 アクセスは、雪上車によるものしかない。1971年出発の第13次隊から、1985年出発の第27次隊までが使用した。その後は、観測基地としては使用されておらず、主に昭和基地からドーム、富士基地へ行く、際の中継基地として使用されている。降雪により、基地全体が雪に埋まっている。やや内陸にあり、 標高が高いため気温は昭和基地より摂氏20度程度低く、1976年から1986年までの観測記録では、最寒月の8月の平均気温は摂氏41度、最寒月の1月の平均気温は摂氏18度、年平均気温は摂氏32.3度である。ありがとうございます。